さあ、どう選択する？少しの休憩なら許可しよう。私の力はこの程度ではない。いいだろう、行くぞ。私にこれを着ろというのか？人民解放軍情報部所属、スー・ジンレイだ。貴様が隊長だな。衣装？制服以外に何か必要なのか？相手をたかがマフィアと侮ったようだが、相手は魔人を必要とする規模の犯罪組織だ。一捜査官程度が動かせる戦力ではな。現地の警察程度では、マフィアの相手はできても魔人は手に余るだろう。私に介入許可が出るまで。何人が生き残っているやら。スー・ジンレイ捜査官、戦闘への介入許可が下りた。なお、現地指揮系統はすでに壊滅状態にある。機関は独自判断で敵人員および魔人を殲滅破壊せよ。了解。これより目標地点へ急行する。銃刀の術、タイプブラックドラゴン、ドラゴンウィング。目標地点までの到達予想時間、おおよそ1分。到着時間修正。残り15秒。作戦地点、目視確認。やはり現地警察の部隊は壊滅か。敵戦力は魔人が3体。マフィアどもは、数える必要もないな。こちらスー・ジンレイ。指定座標に到着。高度300。これより戦闘行動を開始する。了解。以降は作戦完了まで報告は不要。以上。行くぞ。モードチェンジ。ブレスブレード。
はあ。人民解放軍だ。貴様ら全員を抹殺する。ふん、さすがは我々の作った戦闘兵器だな。だが私の相手をするにはいささか性能不足だ。耐久力とパワーを生かして包囲殲滅、実に優秀なプログラムだ。私が相手でないならば。被害の戦力差が著しい場合は捨て身の肉薄による自爆、そのプログラムも私にはお見通しだ。言ったはずだ、全員を抹殺すると。はあ。せえ。頼む、助けてくれ。貴様らごとき生かす価値もない。死ね。まで最後だ。所詮はマフィアなどこの程度か。こちらスージンレ、戦闘終了。敵戦力の相当を確認した。了解。直ちに地上部隊を派遣し処理に当たる。スー、緊急指令だ。あなたは。分かったか。ならば日本へと急行せよ。承知いたしました。桃地東洋。
解放軍情報部所属、スー・ジンレイだ。